皆さんこんばんは。拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜も始まりました。こんばんは皆さん。ちょっとお名前読み上げしたいと思います。アニマ不動産、チャンネルハイトさん、マッツンさん、中さん、ヒロさん、立花さん、まことちゃん、アホルトンさん、マズさん、レコさん、ゲコさん、すいません、セグさん、ユーズさん、はい、皆さんこんばんは。ごめんなさい、ちょっと読めてない方もいらっしゃいます。オグさんも、フキンさんもこんばんは、いつもありがとうございます。今日の、ゲストは、ちょっとお待ちください、すいません、黒坂誠先生です。はい、そうですね、はい、大阪経済大学経済学科教授で、ブルーリボン、西宮支社代表されてます。はい、もうすぐ来られると思いますので、はい、皆さんありがとうございます。お茶コインありがとうございます。はい、こんばんは、ありがとうございます。あ、もう100人超えましたね。たくさんの方ありがとうございます。すいません、ご参加感謝します。ありがとうございます。はい、頑張ります。黒坂先生来られるまでちょっと皆さんお待ちください。そうですね、黒坂先生は拉致問題第一人者の方だと思います。そうですね、何週か前に出ていただきました、救う会兵庫 の最高顧問されてます、永瀬武先生が黒坂先生からこの拉致問題のことはお聞きになったということで、はい、本当に第一人者の方です。で、今日はその初めて拉致問題をお知りになった経緯から自己紹介含めお話ししていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。すいません、ちょっとお待ちください。もうメッセンジャーの方にご連絡ありましたので来られると思います。はい、あ、来られました。あ、黒坂先生ありがとうございます。あ、こんばんは、こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。すみません、ちょっとだけいつものように受話音量を少しだけ下げてください。音量どうしたらいいですか？音量どうしたらいいですか？聞く方の音量を気持ちちょっとだけ下げていただくとハウリングしにくいので。そういう器用なことがなかなかできない。聞く方の音量を下げる。スマホ のボリュームのところでいいです。はい、スマホのボリュームを下げるんですね。はい、はい、ちょっとだけ気持ち、はい、皆さん音声の方どうでしょうか？ハウリングとか聞こえにくいことはない？これでもちょっとよくわからないな。ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫ですか？はい、もしもし先生、マイクは、はい、私の声は聞こえますか？これの方が聞きやすいですわ。はい、あ、そうですか、ありがとうございます。あ、ハウリングもないそうです。ありがとうございます。はい、あ、音声 OK とコメントいただきました。今もう133名の方来ていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません先生、それでは簡単なご紹介しかできていませんが、よかったら黒坂先生から、はい、自己紹介と、はい、拉致問題をお知りになったきっかけからお話をお願いします。はい、私は黒坂誠と申しまして、はい、大阪経済大学という大阪市東淀川区にある私立大学の教員です。はい、それで北朝鮮による拉致問題、日本人拉致問題というのをですね、まあ運動に参加したらもうかれこれ20年以上にはなるんですけども、はい、この問題を最初に知ったのはもちろん皆さんと、皆さんもある程度年取った方だったら大韓航空機爆破事件というのを覚えてらっしゃると思うんですよね。はい、はい、約30年前、昭和、大阪経済法科大学じゃなくて大阪経済大学というのはあるんですけども、はい、昭和62年の11月ぐらいだったと思うんですけどもね。はい、
その時に、今はみんな分かってるんですけど、キム・ヒョンヒっていう女性が、私とちょうど同じぐらいの年齢の女性が、工作員が逮捕されまして、で、私当時まだ全然北朝鮮とその分かってなくてですね、マユミという名前でしたね。で、そそうれですはね、はい。ひょっとしたら韓国の工作じゃないかなそんなふうに思ったりしたんですよね、一番最初はね。で、だけど実際調べていくと、当時のテレビでも随分いろいろやってたと思うんですけども、やっぱり北朝鮮なわけですよね。で、それでリ・ウネっていう人の名前が少し後に出てきたわけです。覚えてで、これまもちす。ろん田口八重子さんで、それは後に分かるんですけども、で、やっぱり本当にじゃあ日本人が拉致されてるんじゃないかっていうので、まずそれでものすごくびっくりして、で、この国、その当時僕、大学院に、神戸大の大学院だったんですけど、その入る少し前だったんですけども、この国は相当変なことをしでかすんじゃないかと、いうふうに考えまして、で、ちょっとこの国の動向はチェックしておかなきゃいけないと、見ておかなきゃいけないと。で、そもそも僕は学生時代、早稲田大学だったんですけども、その頃からロシア、ソビエトに対して関心を持っていたんです。で、ロシア語では勉強してましてね。で、共産主義国の動向はよくいろいろ勉強しなくちゃいけないというような感じの発想は持ってたんですなね。るほど。で、それでだんだん大学院で普通に勉強したんですけども、その2、3年後だったと思うんですけども、リー・ウホンさんという人が書いた「アングの共和国」、それから「どん底の共和国」って本がですね、本をちょっとしたところで読むことができたんです。で、これは秋書房っていうところが出てる本、小さい本屋さんですけども、出てる本だったんですけど、在日の朝鮮人の方が北朝鮮に行って、温室農園を作るっていうですね、温室を作るっていう話だったんですけど、これで北朝鮮の惨状がですね、すごくリアルに書かれていたんです。表面的な宣なる伝ほど、の経裏にあ験るです談ね、が。ものすごい食糧危機、それから電力事情がものすごく悪いと、それから向こうへ行った人が、北朝鮮の元在日朝鮮人が本当に悲惨な生活をしているというのが書かれてましてね。で、私はもうこの2冊読んでものすごくびっくりしまして、当時まだ大学院生だったんですけども、で、その頃ちょうど大体同じぐらいの時期にですね、キム・ヒョンヒの「今、女として」って本が、文藝春秋だったかな、出たと思うんですよね。で、本そのものにはですね、一番最初に出た本そのものにはまだ田口八重子さんって名前は出てなかったと思うんですけど、そうです。それも本当に不思で、議でもうす。その時点でもう絶対日本人は拉致されてるって本を読んで、私としては確信しまし確た。信を持たれた。なるほど。で、ただその頃にですね、すでに一部のせあのこせ中では日本人が拉致されて報道されてるんですよね、拉致疑惑ってついてましたね、疑最初惑でがすけね。ど。例えばどういうのがあったかというと、昭和63年にはですね、共産党の橋本篤っていう国会議員が参議院で、あれ大丈夫かな、アベック、拉致の疑惑ありましたね、鹿児島と福井新と、潟でしょうか。新潟ですね、水家さんご夫婦、それから、千村さんご夫婦、それから千村さん増多本いでさんすよと、ね。増本留美子さん、市川さんですね、それから大阪の原敕晁さん、この方々の拉致は一応国会で取り上げられて、もう拉致の疑いで十分あるというような答弁が出てたんですよね。だんだん世の中にはそれ知って、日本共産党の場合はそれ当時やったのは、中心的にやったのは兵本達吉さんという秘書の方がやったっていうのは、それは後に分かってくることなんですけども、とにかくそれは当時はそれやってて、北朝鮮っていうのはひどいとこだって認識が日本社会の中でもだんだんに広まっていくんですね。浸透していた。なるほど。で、私はその平成って何年、1993年に大阪経済大学の教員になりまして、今からだから何年前になるのかな、24年ぐらい前になるのかな、だから平そうで成すでね。言う93と平年だ成から5年ぐらいですね。24年前。で、それでちょっとだけ気持ちのゆとりみたいなのができてくるんですよね、教員になれるとね。で、じっくりとですね、図書館にも通って、北朝鮮に関する過去の新聞とかですね、雑誌とかもいろいろ読むことができるようになってきたわけです。なるほど。で、日本共産党の文献もですね、当時から昔の文献とか読むようになってくるとね、いろんなことが分かってくるわけですよね。昔スパイクの人たちが北朝鮮についてすごく素晴らしいって言ってたことも分かるようになってきましてね。
ああ、霊山してたと。はい、はい。で、同時に素晴らしいと言ったこともあるけども、北朝鮮に関する情報はすごく持ってるということも分かるようになってきたりしてね。で、一生懸命勉強していくと、相当北朝鮮というのはひどいところであると。赤旗の記者、少し前やってた萩原亮さんという方が、今、もう頑張って北朝鮮に関する活動やってらっしゃピョンヤンるの方です特けども、派員されてそうましです、た平常ね。特派員。で、その方の本なんかにも、その頃ちょうど赤旗を辞められたことでして、ソウルとピョンヤンという本なんか書いてらっしゃって、で、その本なんかにも北朝鮮は相当ひどいところだということをですね、告発されていたんです。そうですね。で、私はその後からいろいろ文献を探していったらですね、現代コリアっていう雑誌があるのが分かってね。で、それは西岡さんと荒木さんとか、まあ、参加してらして、やってらっしゃった雑誌だし、佐藤現克美代さんコリ亡くアなっでたす方でね。すね。その雑誌なんつかをま読むようりになっ荒ていっ木たんでさんす。と、なるほ西ど、岡さんと荒木さんもやってらっしゃったんですね。西岡さんやってらっしゃったんですね。なるほど。西岡さんは当時もう編集長やったかもしれないですね。そうですか。で、荒木さんはですね、まあ、当時まだ民社党のなんか職員やってらっしゃったんじゃないかと思うんですけど、なるほど。もうでもその頃からよくそこには投稿とかしてらっしゃったと思いますけどね。で、それで全体的に北朝鮮というのはひどいところだって、でもだんだん僕も1年2年3年経っていくと、もう何もやらなかったらどうしようもないって気になっていくんですよね。これは大で、変となにこかとだくと。細々と周りの人に呼びかけてですね、運動を始めていまくんだでインす。ターネットもない時代ですものインね。ターネットほとんどないですしね。そうですよで、ね。僕の近くにいたのは山田文明さんね。大阪経済大このの、前お聞きした。先生、教員で、この人は僕当時から仲良かったから、一緒になんかいろいろ考えましょうみたいな話をし始めたんです。なるほど、日本人が拉致されているようだと。で、それからその北朝鮮向こう行った人がね、もう政治ひ犯、どい収目に容遭っ所とかてぶるちっ込てまこれとでて、すとんでもね。ないことになってると。なるほど。で、東京でですね、萩原さんたちが、そういう会を作ってると。北朝鮮に行った人たちの人権を守る会っていうのがあったんですけどね。まあ今もありますけども。今もされてますね。で、小川春久先生って当時東京大学の先生だった先生とかですね、萩原さんとかそういう会を作ってらっしゃると。で、そういうのを分かりまして、山田先生とかと一緒に活動を始めるんです。そうでしたか。で、早く僕顔がぶれ初とめ思ていま外す。務省に陳情に行ったのは、平成8年になるのかな、8年の夏か秋ぐらいには行ってると思うんですよね。で、その時に日本人拉致問題は本当に重大だから、有本さんの件もね、言って、重大だからと。有本さんの件はですね、いろんな雑誌とかで分かったんですよね。で、石岡さんが有本さんのお宅に送った手紙とか出てたんですよね。手紙のね、画像見つかりました。石岡さんの画像、珍しく見つかる。これがそうですね。そういうのは分かりましてね。で、それで、とにかくこ、あの、外務省としてもきちんと、当時僕外務省に行ったんですけども、これをなんとかやってくれないかって頼んだんです。他の日本人拉致問題もね。そんな感じですよね。で、それが平成8年の秋から。で、僕は当時兵庫県民でしたから、兵庫県議会にも行ったんですよね。そのやってる議員、誰かいねえかってことね。で、確か荒木さんに紹介してもらったんじゃないかと思うんだけども、大前茂雄議員ね。大前茂雄さん、お名前。西宮の議員だったんですけど、その人昔民主党だったんですよね。民社党。そうですか。民社で、党。荒木さんだから知っ民て社たは党。ずなんですよ。荒木さんもね、民社党民で社す党でね。すから。で、じゃあちょっとお願いしますって言ったら、一体、当初有本さんの件を兵庫県議会に出してもらうと思ったんです。で、いいよ、出すよって言ってくださってね。で、それで、それはそれで出してもらうってことだったんですけども、それが11月、平成8年11月ぐらいだと思うんですけど、12月の初めぐらいかな、12月の10日ぐらいにですね、突然、文藝春秋で、楽闘公の20年っていう、在日朝鮮人で、張竜雲さんって人が書いた文章が突然出ましてね。で、そこに神戸市からの、あそこは何区だ、青切手駅のあたりだけども、ラーメン屋さんで店員だった田中実さんがですね、拉致されてるという記事が出たんですよね。
で、私それもびっくりしまして、大前議員にそれ直ちにお話ししまして、これもちょっと県議会に出してくれと。で、大前さん先生すぐよしやろうと、もうすぐ直ちに文藝春秋読まれたと思うんですけども、で出してくださって、で、これはちょっとだけ小さいですけども、朝日新聞と産経新聞に出ました。そうですか。もうそれがええ、初出ぐらいですかね、拉致問題の記事で。そうですね。で、徐々にそれでいろいろ分かってきて、で、次の年になって横田めぐみさんとか、まあ、なんとか連絡が、ご両親も連絡ついて出てくるようになって、だんだん世の中に下がり始めてね。で、永瀬さんともその次の年ぐらいに知り合ったと思うんです。なるほど、そういうことでしたか。ええ。ありがとうございます。そんな感じですよね、経緯は。で、だんだん本当に分初かっ期てかくるんら、です。ありがとうございます。ええ。そこから思い出されたら長いでしょう、先生。もうそれがもう20年前になっちゃう、21年とそのくらいになっちゃってね。そうですよね。まあ、もう20徐年々後。にですけど、やっぱりちょっと悔しいですよね、まだそれ今やっぱ進んでないのがね。そうです。今もまだ全面解決できてないというのが本当に悔しいだでけど、すね。まあ、いろんなことを思い出しますけども、僕、金正日の拉致しれっていう本がね、石坂健二さんが書かれたのはね、平成8年の秋ぐらいに出てるんですよ、確か。そうですか。なるほど。金正日の拉致それしまれっで読てんいうでみ石ま坂す。健二さんっていう、テレビ石朝日坂のプ健ロ二デューさん。サーだった。で、僕確か今ちょっと石坂思いさ出んしにまでしすた。ね、平成8年の夏ぐらいに会ってるんですよ、大阪でね。そうですか。本が出る少し前に。で、その時にですね、それ多分兵庫さんの紹介だったと思うんですけども、その橋本淳事務所のね。で、石坂さんから僕その本が出る前に聞かされたのはですね、市川修一さん、鹿児島の。市川俊一さん。あの人をですね、見たっていうやつが出たと。それ、安明人ですよ、今にして思うと。そういうことですか。なるほで、ど。僕はその時聞いて、ものすごくびっくりしましたよね。もう市川修一さんが見たなんてのは、向こうで見た人があるなんていうのはもう、大変なことですからね。生き証人ですから。もう間そうです。違いなで、く証言で実すよ際、ね。金正日の拉致試練ではですね、その話が出てきてるわけです。で、蓮池さんも見たことのある、ことがあるような気がするっていうね。そんくらいのことは言ってたと思うんですけどね。安明人君がね。で、もうその段階でやっぱり、まあ本当目撃証言っていうことぐらいしかないんだけども、もっと世論が、ね、平成8年の秋に金正日の拉致で出て、で、その終わりの方にですね、どこのページか忘れましたけども、市川修一さんのお母さんの手紙なんかも出てるんですよね。そうですね。石坂さんに本当修一のことをお知らせくださってありがとうございますというのはね。だからもっとそう、なんとか世論がなんとかならなかったかなと思うんですけどね、今にして思うとね。そうですね、本当に。まあ、だけど、当時はまだまだそれできなくて、で、翌年に横田さんが決意されて、世の中に訴えられた時もですね、在日本朝鮮人総連合会の皆さんとかはですね、まるっきりのデマであると。そうですね。新潟少女拉致疑惑なんてのはですね、当時は一番最初は韓国のデマだって言ったのかな。そうでしたか。それはもちろん北朝鮮の朝鮮中央通信と同じことを言ってるわけですけどもね。全くのデマだって言ってたんですよね。で、それからその頃から、例えば、蓮池さんなんかのお兄さんなんかはですね、もう少し後だったかもしれませんけども、いろんな地方議会とか陳情に行かれるんですよね。最初家族会代表されてましたね。で、それで、だけど、いろんなところで朝鮮総連の人なんかも、根拠はないじゃないかなって言われたりしてたんですよ、確かお兄さんね。お兄さん一生懸命随分当時活動されたと思うんですよ。名古屋のパチンコ屋さん一生懸命歩いたりとかね。っていうのは何でかというと、そっちの方でそういう人見たことがあるっていうのは、なんかそんな、まるっきり曖昧な情報なんですけども、そういうのが来たらしいんでそれすよでもね。ね、やっぱり聞きに行ってってことですね。なるそうでほす。ど。だからとにかく、もう本当に雲をつかむいいとこですけども、名古屋のパチンコ行ったってんですよ。そうですか。やっぱりん一つでで、も情報をってことで。そうです。その時、もう何もわからんからもう必死になってね、お兄さんとか。で、あそこのお母さんなんかどうも海でそう溺れたんじゃないかと思ってね、ほんとかわいそうに海岸をですね、棒をつついて歩いたって僕は伺いましたよ。蓮池そうさんでのおす母か。さんは。
とんでもないことでね、本当、まあ、だけど、ご両親からすれば、それぐらいしかやりようがない。そうですね、はい。ええ。うん。で、まあ、とにかく、それ、だんだん分からなくなってきたんですけども、はい。ずっとしばらくの間、金正日が自白するまではですね、曖昧なものだはと。い、疑惑、そうですね、疑惑そのれはままという2002年か、の9は月ですい、よね。そうです、で、はい。そんなことはないっていうの人はすごくいましたよね。もうすごく落胆したっていね。うのも聞いたことあります、はい、デマだって言ってた人は、金正日が、はい、自白したときに、自で、白っだからて言ったそれらはいいんでもうす本当ね、腹は立い。ち。特に在日本朝鮮人総連合会の方にね、私はいろいろとは申い。し上げたいことあるんですけども、はい。それちょっと言いますと、まあ、まず皆さんはですね、在日朝鮮人総連合会の皆さんは、やっぱりきちんと日本人に対してですね、この日本人拉致疑惑はデマだって言ってきたことを謝罪してほしいですよね、まずはね。本当にそうですよね。要するに帰ってきた人何人もいるわけですから。そうですね。はっきりも今はね、はい、元キム・ショウたくさんさんがいらっしゃってね。認めたわけですし、はい、で、横田さんとか、まあ、死んだとは言ってるけども、拉致したことそれ自体認めてるわけですから。そうです、はい、で、他にもたくさん拉致した人ね、松本はい、さんも、みんな死んだってことは言ってるけども、拉致したことそれ自体は僕も北朝鮮が認めたわけですから、在日本朝鮮人総連合会の皆さんは、大嘘を日本社会に振りまいてきたわけ。そうですね、はい。だからそれをきちんとホームページなりね、新聞なんかなりだ、もうずっと残してね、まず、自はい分たちはい、はなぜ声大明を嘘出せ報道をと、してきたかっていうのをね、認める特集みたいなのをきちんとやってほしいですよね。朝鮮新そう報でとかすそういうね、はい、メディアを持ってらっしゃるんですから。はい、で、それから朝鮮学校の補助金欲しいと、よこせといろんな兵庫県とかああいうところにたくさん行ってらっしゃると思うんですけども、で、それを日はい、本はい、の当事者が出さないのは差別であるというのはね、そうですね、子どもの人権話を守しるてとらっかしゃいうるわけけどのわもからね、ないことを言ってますね、はい、言ってらっしゃるけども、そはい、の朝鮮学校というところはですね、文献をちゃんと読めば分かるんですけども、最も基本的な教育方針は、朝鮮労働党が出している金日成の社会主義教育テーゼとなるんです。で、それを基本的な教育方針としているはずなんですね。で、基本的には子どもたちを金日成や金正日の命令を絶対的に支持する、それを絶対的な指針と行動指針として受け止めるような子どもたちに育てるってことを最も基本的な教育方針としてるはずです。そうです、はい。で、それはホームページに、今、朝鮮学校のホームページを見ても、そういうのは全然って言ってから出てこないから、普通の日本人はちょっと分かりにくいんですけどね。私、そうですね、写真用意しておけばよかったですね。拉致と真実とか、萩原亮さんが出されている本の中には、子どもが持っている生徒手帳とかには、もう全部そのそうまでま書す。かれてますね。はい。それにちゃんと、それにはもう、金日成、金正日への言葉をですね、自分はたい、ちの生忠活の誠を行誓動うよう指針にとといしうて形で、受け止めろっていうね。そうですね、はい、なっそてれはまきちすんと出ね。てるんですよね。はい、はい。だけどそれ日本人には隠してるから分かりにくい。確かに。で、そういうものは本来隠すべきではないですよね。そうですね、はい。だからそういう基本的なことを日本社会に対してはやって、それで要求をすべきなんであってね。はい。で、それから朝鮮学校の財務データもですね、ホームページには出てないですよ。財務データが、なるほど。財務データ、例えば理事が誰かとかね。はい、はい。で、もちろんそれは法律でそのホームページに出せってことを定められてるわけではないんですけども、やっぱりよこせと、で、よこさない差別だと、そこまで言うんだったら、まずそういうきちんとしたことを出してほしいですね。そうですね、この補助金の裁判で、永瀬武先生も戦われて、で、今度から公認会計士が入って、まあ、お金の流れとかを全部監査されるようになるようですが、はい、どういったものが出てくるかはちょっとまだ見てみないとわからないというふうにおっしゃっそうてですましね。た。で、はい。とにかく朝鮮学校の卒業生が全員まあ工作員とそういうことは絶対ないわけです。間違ってますけども、はい。やっぱりその中からですね、まあ、それから中には朝鮮学校の校長先生も
原敕晁さん、元校長先生ですね、原敕晁さん拉致事件そうのです。一人になっちゃったりしてるわけでね。はい、工作員ですよね。はい、それが拉致中に事はで故す犯ね、の。まあ、我々の言葉で言えば工作員。だけど北朝鮮の考えたら言えば一番の愛国者ということでね。なるほど。はい。日本人拉致組織、あるいは覚醒剤の密輸とか、すべていろんな北朝鮮の指示に従ってやる少人数の組織があるんですよ。それがさっき言った楽東校っていうのは、多分そういう小さい組織だったんですけども、はい、はい。そういうところに入ってらっしゃる方も相当いるはずなんです。そうでしょうね。はい。幹部でしょうで、それかはもら、ちろもんち表ろに全ん。然出ないからわからないんだけども、例えば在日朝鮮総連の皆さんならね、一生懸命活動やってる皆さんなら、あそこの金さんはそうだと、あそこの李さんはそうだというのをですね、うすうす感づいてる方たくさんいらっしゃるはずなんです。そうでしょうね。はい。要するに、はい。例えば北朝鮮行って何ヶ月も招待所ってところで勉強してきたって人はいらっしゃるわけですから。はい、はい。で、そしたらそういうところで何をどう勉強してきたかったら、我々日本人は全く知らんわけだけども、そうですね。はい。もうすでに革命、北朝鮮流の革命論ですよね。そうです。はい。で、それは何かというと、大韓民国を滅ぼすっていうことなんですよ。まあ、北朝鮮主導で朝鮮半島統一ってことですよね。そうです。はい。で、それは別の言はい。葉で言えば、大韓民国ってのはなくせと。いうことなんですよね。要するに全部、北朝鮮の支配下に置くということですから。で、そういうものを今でも信じて必死になってやってらっしゃる方、朝鮮総連の中にはたくさんいらっしゃる。で、それ、僕は在日韓国人の方もね、それを知ってる方はそれをもっと強く批判すべきだと思うんです。そうですね。はい。在日韓国人の方でもちろん批判してる方は少数ではあるけどいらっしゃいますよね、それはね。いらっしゃいますね。はい。リ・ヨンファ先生、寛大のね、例えばね。そうですね。頑張ってらっしゃいました。はい。もとそもれから、と、まあ、コウ・スイヨンギネさブんとかにね。いらっしゃって。はい。だけそうど、で本す当ね。逆に言えば数えるほどでね。はい。命に関わってそんまなす多から。くないはんですい。よね。そうですね。はい。結それ構からもなちろん、覚悟を持って。元朝鮮総連の、お父さんが朝鮮総連の運動家だった有名な映画監督、ヤンヨンヒ監督とかね。ああ、はい。家族の国っていう映画を作られた方で。そういう方々いらっしゃいますけども、残念ですが、多くの在日韓国人の方はね、私の考えるところでは、北朝鮮のそういう凶暴な策動よりもですね、日本の教科書のはずっと悪いと。で、どうかすると日本のが一番悪いんだってね、日本の歴史教科書であるとか、あれは今の世の中の問題で言えばね、籠池さんの森友学園ですか？大阪の籠池さんの。それが最も悪いという発想の人がすごく多いですね。やっぱりそこは、これは休戦中の国と国とはいえ、民族意識では、共感そう性なっはあちゃるっうんでてしこょうとですね。か？ああ、なるほど。だからその辺はやっぱりちょっと、日本がもう一番悪いっていうことは全くどう考えてもないわけでね。どちらで、の国も、反日で、言ったらね、政治で、もとやっにかてくまそすういうふうにし。ですが、朝はい。鮮総連の人々と在日韓国人が、その日本が悪いんだっていうことは完全に一致できるから、そうなんですよね。はい。そんな確かにに。悪い人たちじゃないって見えてきちゃうと思うんですよ、北朝鮮の人たちが。やっぱりそうなるんですかね。はい。で、韓国そのものでもそういうカーストの人多いと思うんです。アイデンティティというか民族否定はやっぱしにくいんでしょうね。自分たちのこの地っそんてないうこんでとすでしかょうね。ね。はい。とそうでにかしくょう日本ね。のが悪いと。で、だから韓国の人でも、日本が一番悪いんだって、北朝鮮は日本の被害者なんだっていうイメージ見てる人はいくらでもいると思うんですよね。なるほど。で、どうかすると金正日なんかも被害者だって話になっちゃうんですよ。いやー、そうですか。要するに金日成はそういう凄まじい悪いことをやった日本に対してですね、満州の方でパルチザンをやったと。で、だから金日成は偉いけど、韓国の方ではそういうこと人はいなかったからね。
あ、そうですね。韓国もあるんですよね、自虐士官っていうね、ええ北で、李朝鮮承で晩もというね、人正が当大性統領にがあなって、るっそてのい人うはハワね。イかなんかいたのかな。はい、そうです、そうです。だから戦ってないから、韓国っていうのは親日派が作った国だっていうね。そうです、そうです。だからなんか韓国の方に正当性がないみたいに考えるそん韓な国感じに人なっのちゃって方るんですがよ。ね、親睦になられるという、はい、で、北朝鮮の立派だと。で、その辺戦は、った日って本いのう、昔の左翼と全く同じ発想になっちゃうね。そうですね、似てますよね、本当に、はい、瓜二つですよ。多分日本共産党なんはかい、一番そういう主張してきたわけ、昔はね。あ、近いものがありますね、はい、確かに、北朝鮮と何回も共同声明ってのを出してます。はい、そうですね、はい、で、金日成とか、でも天と、満高く持ち上げて、北朝鮮素晴らしいところだ言ってると。はい、で、そういうものに対してこう批判した萩原亮さんとかは除籍になるというね、共産党から不思議萩原な、さんははい、もう何年、もう10年ぐらい前になるのかな。朝ねえ、鮮は総い、領に批判するビラを撒いたっていうことが大きな理由ですよね。ねえ、共産党から除籍ってどういうことでしょうね、はい、でも、もちろん共産党の価値観からすればね、それはやっぱ悪いことなんではい、すよね。それからさっき言った兵本さんについてはですね、はい、もう、橋本篤さんの秘書だった兵本さんについては、はい、日本人拉致組織の人間と潮流さんなんかと接触するわけですね、兵本さんはね。はい、はい、はい、で、もちろん、日本人がどうやって拉致されたかってことを調べなきゃいけませんから、接触するのは当然ですよね。で、情報を得ると。で、兵本さんはそれをですね、警察に情報を提供しようとしたわけですよ。こんな悪いことをやってると。こういう話を聞いたと。で、それはもちろん共産党の規約からすれば一番悪いわけね。警察に対して情報を提供するってことは最も悪いことですよ。だから、除名かなんかなっちゃうんですよね。査問ってのを食らっはてい、ね。警察に協力しちゃダメなんですね、共産党でもは、ちろんはい、そういうことです。要するに同志を売るみたいはない、発想ですよね。なるほど、はい、だからそれはもう、共産党の人たちも、やっぱり北朝鮮の味方っていうふうになっていっちゃうと僕ね、は思共うんで産すけ党どがどうも、いう団体かというのもよくわかるお話だと思います、そういうはい、ことだと思います。うん、はい、日本人拉致組織の実態を世の中に暴くっていうこと、暴いていくってことはやっぱり共産党からすればね、ね、社会進歩そんにな敵対党、する勢力となるんです。いやもう本当そんな党が今日本にはまだちゃんとあるんですよね、びっくりしますね、そういうことになるはと思いい、ます。はい、まあそういうのを結局在日韓国人であるとか左翼の皆さんとかね、じっくり改めて自分たちの歴史をよく見れば、文献を見調べて分かることたくさんあると思うんですけど、そうですね、うん、まあ隠したいで、事実でしょうけど、はい、今のことで言えばですね、はい。金星南さん、息子さんね、人はマレーシアでああいうとんでもない亡くなり方しましたよね。はい。あ、はい。先生、もう絶対、キム・ジョンナムとかって言わないんですね。そうです。キム・ジョンナムさん日ね。本で、読みです VX か。ガスではね。い。はい。で、直接にうん。ベトナム女性と、それからインドネシア女性にやられてると思うんですけど、はい、はい。これは当然北朝鮮の仕業ですよ。そうですね。指令出せるので、はどうね、一も、人しか韓い国まの発せん。表だとはね、い。国家安全保衛省ってとこやってると。そういう話で、まあ国これはそういう家可能安性全もあるけ保ど衛も、省。うん、はい。そういう、旧ソ連で言えば KGB みたいな部署があるんです。で、それがやってるって可能性は十分あるけども、もちろんその人たちの独断でできるわけじゃないわけでして、金正恩、今のトップのね、直接の指令がどっかの時点で出てるはずなんです。そうですね。もう人しか指令は出せません。はい。いないです。特にはい。やられた本人が金日成の孫でしょ。そうですね。こう、ちょっと今家系図出してみました。はい。あ、出てますね。で、それから金正日の長男ですからね。で、これは北朝鮮から、社会からの、では全然知られてないんですけども、本来はものすごく正当性のある息子さんですよね。そうです、はい、で、そういう人を殺せっていうのはもちろん、金正恩は今のトップしか指令は出せないし、本来その指令を受けたとこもね、当初はすごく
戸惑いはあったと思いますよ、これは。そうでしょうか。はい。やっぱりね、やっぱり、自分が直接やるってのは僕はそれすごく嫌だっていうのがどっかあったんじゃないかと思うね。そうですかね。はい。だからベトナムとインドネシアの女の子にやらしちゃったんじゃないかって気がしてしょうがない。あ、なるほど、なるほど。ああ。でも本当にそういうので逆には卑怯になってたんですけどね。汚いことを何も知らない女性たちにやらせるっていうのはね。なんてことをやったんだと思います。で、そういうのを朝鮮総連の皆さんはね、なんとも思わないのかっていう気がするんですよね。そうですよね。これだけ金二世をね、崇めたと祀ってて、そのそうです。正当性のあるね、正当な血おの孫さんね。キム・ジョンナム、金正男ですか、はい、を、で、挨拶金し正日たっは長男だからてこもとのですごくよ可ね。愛がってたはずなんですよ。そうですね。もちろん金正日からすればちょっとドラ息子みたいなとこあったやつだと思うんですけども、でも息子に対する愛情というのはね、いくつになっても変わりませんよ、それは。それはもう独裁のああいう国の人でも同じですからね、やっぱり。全然変わんないで、本当に困ったやつだみたいな気持ちはずっと持ってね。で、おそらく何らかしの「いくん」っていうんですけど、こいつをこういうふうにしてくれっていうのは言葉をどっか金銭王にも残してると思うんですよね。それは全然公開も我々知るようことはまるっきりできませんけども、遺言は絶対あるはずですよ。そうですね。じゃあそれはキだっム・ジョてンウンはそれを多分絶対破っ無て視ましすたよ。んですよね。はい、必ず、なるつほまど。り我々の社会の常識で考えてもね、子供たちこうしろああしろっていう、なんか死にそうになったら言葉残すでしょ。ましてね、こういう国ですからね、なおさら残しますよね。はい、だから絶対あいつについもてはこういうふうに扱えっていうのはね、う血統性大事にしてますし、はい、そう、あっなんたかで遺し言はょう残したね。はずですはい、よ。で、だでけどもそれそを知れってもる無のは視ね、したんですね。はい、その遺言を知ってるのは例の趙清沢しかいないんですよ。もう一人、キム・キョンヒ。なるほど、殺されたおじさん。そうです。趙清沢と、要するに自分の金正恩の妹、キム・キョンヒってのいたんですけど、それと金正恩、こんくらいしか知らないですよ。もう本当に身内だけが知ってたってことですね。そうです。で、趙清沢がああいうふうに、反党、反革命、宗派分子ということで殺されちゃったでしょ。で、妹ですね。この妹さんが結局どうなってるか全然わからないんですよ。あまり出てこなくなりましたね。はい。要するに、趙清沢の処刑の後からも全然出てこない。その頃から全然出てこない。で、僕が確認したのでは、12月16日かなんかに、北朝鮮の大幹部の葬儀、死んだっていう葬儀とかあるんですけども、キム・グッテっていう、金国体っていうね。その人の葬儀委員会の名簿には出てます。名簿には名前があるんですね。なるほど。ええ。で、だけどその後一切出てこない。だから、韓国の脱北者たちはいろんな情報誌になって出てきて、どうも幽閉されてるんじゃないかとか、いや、どうも心なる臓ほ麻痺ど。で亡くなってるんじゃないかとか、いろんな説があります。いろいろで、どっち噂にしろが。全然出てこないね。で、まあ、韓国ではいろんな説があって、今、金正日がですね、金正恩だ。今回やった国家安全保衛省っていうところあるわけですね。そこの大幹部もですね、どんどん解任して、追いやったりね、なんか姿勢がそれ悪いかとらか、なん処かい刑ろもんな随分し理由てるつらけしいんてでね。す。はいはい。だからひょっとしたらその辺がね、なんか今回の事件の背景にあったんじゃないかっていう観測もあるんですね。精神的にちょっと、おかしくなってるんじゃないかって、みたいな、そうそういいううこのともありもあまり得するしね。ね。それから国家安全保衛省の人たちもとにかく手柄を上げなきゃどうしようもねえから。だから焦ってバタバタってやったんじゃなくて、2月16日が金正日の誕生日なんです。だから、これまた随分変な習慣なんだけども、誕生日にものすごい贈り物しなきゃいけないっていうのがあるんですよね。だから、金正男を殺した、贈り物として殺したっていうね。
あ、そんな説もあるんですか。で、これもとんでもない話ですけどもね。そうですね。父親の誕生日なにんて息こ子とをだ殺したと、と。はい、はい。誕生日のプレゼントして息子を殺すというね。ねえ、ちょっとね、すごい情勢です。その辺だから、はい。第一朝鮮総連の皆さんなら、その辺の事情わかるはずなんです。どういうふうに感じているのかだけでも聞きたいですよね、本当ね。そうです。はで、い。そういうのを分かってる人はいくらでもいるはずなのに、何も言わなくて黙ってると。そう、拉致問題が発覚しても黙ってる。黙ってる自し、分たでちもだっの、て言ってね、る人もいないですし、この人たち自一体分たどうちいうの、ことなね、のかっ今ていう。度、で、結果として日本人はね、はい。ものすごく不気味ですよね。不気味です。確かに。で、はい。まあこういう言い方するとどうかと思うんですけども、日本人からすればね、はい。金さんとか李さんっていう人が在日朝鮮総連の人なのか、在日韓国人の方なのかね、はい。あるいは在日朝鮮総連の中には何か組織に入ってる方なのかね、はい。何もわからないでしょ。見えてこないですから。はい。で、あんたはどういう人なのって詳しく聞くわけにもいかないですよ。そうですね。だからできるだけそういう人たちとは口を聞かないようにしようとかね。そういう効果は絶対出てくると思うんです。で、それから若い人たちいるわけですよね。学校出たてのね。やっぱり野党の与党っていう経営者出てくると思いますよ、これは。で、特に朝鮮学校出て、名声、履歴書に朝鮮学校何年卒業と、高校何年卒業と。で、その後日本大学行っててもね、高校までは出ちゃうわけですよね、履歴そう書にですね。ね、経歴として、はで、い。そうすると、そのことは全然、まあ、北朝鮮のことは全然関係なかったとしても、就職がまるっきりできなくなるってことも下手すると考えられる。朝鮮総連関連というか、参加団体系のところしか就職はちょっと難しいんじゃないでしょうか。下手したらそうなっちゃいますよね。そうですよで、そね、れも、はそうい。いう、もう、朝鮮学校出たら絶対工作員だとか全くないんですけども、はい。でも、結果として日本日本に、社会から、まあ本人からすれば差別だって思えるんでしょうけどね。でも、もうコミュニティの中で多分生きていかないとダメ生きでてすしよかね。ないと。でも結構たくさん企業ありますよね、いまだにね。ありはい。ますけどね。だけどやっぱりそれは、あまりいいことにはならないね。結局、まあ、もっと別のそうとこでですやっていきたいと思っている子ね。供たち、いくらでもいると思うんですけどね。そうですね。はい。だから、今回の事件できちんと朝鮮総連の皆さんがね、また北朝鮮と同じことを言うにしてもね、例えば、要するに殺されたのはなんか、キムチョルだって言うんでしょ？北朝鮮はね。で、心臓麻痺で死んだって言ってるんですよ。今ね、はい。で、そんなことを言ったら、これだけテレビで VX ガスでってのは、もう証拠まではっきりさせて言ってるのにね。そうですね、はい。全然相手にされないし、それから、どう見ても金星南さんでしょ？息子さんでしょ？そうですね、もう間違いないようですね、はい。で、一番最初、お腹の出てる写真あったじゃないですか。はい。ぶっ出し倒まれして。ょうで、あか、れにちょっはとい。入り墨写ってなかったんでね。あ、そういうのもね、ありましたね、はい。だけど、その後やっぱりちゃんと入り墨の写ってる写真が出てきたでしょ。で、そういたしますと、やっぱり、もう金星南さんしかいないですよね。そうですね。で、あの人にですね、会ってる在日朝鮮総連の幹部の方、たくさんいらっしゃるはずなんです。要するに日本に何回か来てらっしゃるでしょ。何回か来た時にはやっぱり会ってるんでしょうかね。どうでしょう。もちろんそれは当 然、はい。いろんな出迎えでね、接やっ待ぱする、り接待っ警てわ護けしでたもないりけど、とどんどんか、案内接して待くれとるこかとは必ずやってますしてよ。るんですかね。はい。そういうのは全然表に出てないけど、必ず誰かやってらっしゃるはず。ああ、なるほど。で、その時もちろん、どの程度まで言われて入ってるかわからんけども、おそらく偽造旅券で入ってると思うしね。あ、そうみたいですね。はい。だからそういうのが、例えば朝鮮学校の子供たちには、やっぱりどう教えてるのか不思議ですよね。どうなんでしょう。なんかもう、先週の三浦先生のお話でも、本当のことは言わないと。
そういうね、まあ、独裁共産主義国家のもう、人の感覚っていうのは日本人には計り知れないっていうふうにはい、おっししゃっないでてすまけしどたね。が、はい、はい、だから朝鮮学校でも一ぜひ。切言わず語らず、見ざる聞かざる言わざるなのかもしれませんけそうどですも。ね、もうタブーは触れずっていうことでしょうか。だけど子供たはちい。はやっぱり興味津々旺盛ですからね。これだけテレビ子やったら供たち見ても。る人いますよ。子供いますよ。でも、いまだにその朝鮮学校の子供たち、向こうに渡ってね、やってますね、はい。そういう子供やっぱり、で、それはやっぱり、もう先生がそう言うから、素直な子供でそうなっていっちゃうってとこあるんですよね。ねえ、なんかもうかわいだそうからになるん本当でにすこけれど、は大はい。変なことをやってるなとしか思いよう、言いようがない。で、日本人の中でやっぱ左翼の人たちはそういうのを朝鮮総連の人たちを批判するってことをめったにしないですからね。しないですね、もう本当に不まあ思議ゼロでじゃすないね、けどこんなも。に。まあ、特定アジアの方のヘイトスピーチとかをものすごく問題視するような、救助の会の方とかね、はい、日弁連の方とか、不思議なぐらい拉致問題には言及しないですしね、気し持ないちです悪いなと思ね。います。で、はい。やっぱりなんとなくイメージとしてね、北朝鮮っていうのはね、はい。自分たちの仲間だっていう発想があるんです。つまり日は本い。を批判してるでしょ。で、日本まあとアそメリこ、カが戦争国家だってことになってるんですよ。そうですね、なんかでもちょっだとなんからかもうおか北し朝く鮮はなっ被害ち者で、むしろ弱いゃう。からっていうような感じですよね。でも今現そんな在ことすあごるわいけないんですけ人ど。道犯罪が行われてるじゃないですか、あんな公開処刑とか政治犯収容所とかね、そこで、に、まあ VX ガスって化学兵器まで、これも僕ら使随っ分前からて、北朝鮮はたくさん作ってるって言ってきたんですけど、はいはいはい、それがもう完全に証明されたしね。はい、そうですね、はい、こういうのも北朝鮮から逃げてきた奴らがね、脱北者の人たちがね、随分前から言ってるんですよ。証言してますからね、はい、僕一人、そう思い出したけど、あったやつがいるんです。中国って書いてね、李で忠実の忠で、国って字書いて、李中国っていう読むんだけども、そいつがやっぱり著書とかでですね、北朝鮮はものすごく化学兵器を持ってると。で、核もすでに持ってると。大体20年ぐらいもそういうこと言ってるんですよね。あ、先生があった脱北者の方ですか？僕、それで、そういうのを日本で読んだから、あとそれから、はい。あいらにも北朝鮮からの亡命者の手記ということで、60人だったかな？それで出て、やっぱり、化学兵器持ってるっていうのは出たからね。はい。また今回ちょっそとれで20はっ年きぐりらい、そこら18辺の年前証から明。いたんですけども、なんとかはい。彼を探し出して会いましたよ。あったんですね。そうですか。会いました。はい。で、その時もやっぱり、そういう本で言ったことは本当でね、はい。化学兵器ってたくさん持ってると。自分はそういうところにいたと。だからすでにもう核開発とか核を持ってるって言ってましたよ。そうですか。はい。で、ウクライナなんでか実験やったんだってね、当時ね。そんなことも言って今まし鈴猫さんって方が虎ノ門ニュースで天然痘の話もされてましたねっていうのは青山さんですかね、なんかソ連からなんかこう買い受けたみたいなことを前私は独立講演会でも聞いたことはありますが、はい、そういうああ。解体の時に、はい、なんかいろんな兵器、化学兵器から細菌兵器から、はい、安く買い受けたみたいなこだから、とを北朝鮮生は、物兵はい、器のはまだ確認されてないけども、はい、まあ、本当かどうかわからないけど、一番恐ろしいことを言う人は、天然痘をたくさん作ってるとかね。はい、それこれは本ね、当、なんそこかあまるでかも僕しもれなないかでなすかけ信ど、じられないんだけども、なんかね、独天立然講痘演攻会撃でやるんじゃもないかなって、言ってなんかましそたこまね、ではどうはかとい、思うんだけども。で、ね、一応こ世れは界からもう、は何かとし天て、然そういう痘工は、作員とかそういう人たちは何をどうやるかわからないですよね。本当にそうですよね、本当にもうテロ、何を起こすかわからないですよね、日本でわからね、ない。はい、で、韓国の要人とか殺すのは彼らの、その知性思想から言えば素晴らしいことですから、はい、祖国のためにのね、韓国まあの要人とか、それアメリカの要人も功日労本の者要で人すもよそうでね。すよね。はい、はい。で、殺すために化学兵器どっかに撒くかもしれませんよ。ねえ。
先生、ちょっと話せる範囲でいいんですか？ちょっとえ、踏みはい。込んでいいですか？はい。オウムとの関連性はどうご覧になってますか？あ、これはよくわからないんですよね。あ、そうですか。なるほど。だオウム噂真理に、教の幹部の方がね、たくさん北朝鮮行ったことあるっていう程度のことは分かってるんです。なんか結構なタブーのようで、はっきりしたものっええ。ていうのは、なんか言えないとか、話せないとかっだけていうど、そのはれ聞きますが。行ったことあるってことは、なんか、お金出したりしたのかもしれないけども、それ以上はちょっと分からないですよね。なんか関連性があるんじゃないかっていうところまでしかね、わかんないですで、が。はい。行った人は、だけど、それからそんなに爆薬兵器の専門家ではない人だったと思うしね。まあみんな捕まってる人ですけども。だからそれで直ちに向こうで爆薬兵器を作り方を習ってきたと、そんなことは言えないしね。そうですね。もう多分ちょっとそれはよくわからない。鉄の秘密なんだと思います。はい。で、いろいろ勉強してわかんないことたくさんやっぱありますよね。もう表に出ない部分ももちろんありまで、そすれよからね。はい。昔の韓国政府の発表でいろんなことがあるんですけども、どうもこれ間違ってたんじゃないかってこともありますね。あ、そうですか。なるほど。はい。例えば、皆さん言ったかな、40何年か前に、文政工事件ってあるんです。あ、はい、文政工事件のお話はされました。これ要するに今皆のさん。パク・クネ大統領のおっかさんが殺されちゃった事件ですよね。はい、そうですね。74年だったかな、8月15日。うん。で、これは文政工って在日韓国人が、韓国に忍び込んでね。で、大阪の神津署っていう、交番から盗んだ拳銃でバーンって撃っそうです、てそうで8す。発ぐらい撃つのかな。はい。はい。でそのうち1つが何発か当たったんですけど、奥さん、大統領になった奥さんに当たっちゃって、当たっちゃっ陸たんです英秀さね。んっていうね、はい。当たっちゃって亡くなった、それものすごい事件ですけども。はい、はい。で文政工が捕まりますから、その時向こうの韓国の情報機関にこういうことだったっていう話をするんですよね。で、それは当時、日本の新聞なんかで発表されるんですけども、この病院で、赤不動病院って言ったかな？自分は射撃訓練をしたとかね。朝鮮ソ連の大阪の生野支部のこの人に習ったとかね。でもそれ多自供分したわね、けです。はい。嘘の自供だったんじゃないかって気がするのね。あ、今となったら、はい。僕は最近そういう気がすごしてきました。あ、そうなんですか。で、なんでそんどうなしこてとで僕しが言うょうかか。というと、はい。僕、趙立雲さんと何回も会ってるんです。洛東高の20年書いた方ね。もうお亡くなりになってるんですけども、その方がですね、あの事件の文政工を指導したのはね、俺たちの組織だって何度も言ってたんですよ。ああ、そうですか。だから、表面的に出てるのはね、はい。名前がたくさん出てるけどもね、はい。嘘、そう言ってたんですよ。そうですか。要するに、どうしてああいうふうに、ね、発表されたかよくわからないと。で、そういうこともあります。そうでしたか。なるほど。洛東高のグループをやったということもあると思う。で、洛東高の誰がどうかとかは全然わかんないですけどね。神戸の方がやってるかどうか、その何もわからない、それは。やっぱり張さんはそういうふうにはっきり言ってました。そうでしたか。へえ。で、これ韓国の人たちもっとそれ調べてほしいですよね。そうですね。はで、い。僕、インターネットでね、KBS のテレビは特集やってるの見ましたよ。この文政あ、工事文件。政工事件。はい。すごく最近見た、去年の4月からそのくらいにね、KBS で放送したんですよね。あ、そうですか。はい、はい。だけど、この洛東高の方が一切出てこなかったから。で、文政工がね、神津署っていう、警察署大阪にあるんだけども、そこに忍び込んで拳銃を2丁盗んだことになってるんですけどね。なってますね。はい。で、そんなこと多分できないですよ、本人は。じゃあ協力者がいたってことですか？警察に。やっぱり僕の今の推測だと、洛東高に何か関連した、北朝鮮はい。から忍び込んできた工作員がやったんじゃないかって気がするね。ああ、
いや、確かにちょっ要とす不る思に、議な感じはするんですよ。警察署から拳銃ってそんな簡単に盗めるのそかんななっ簡て。単にね、文星校って裏在を日出し韓た国ら。人でいろいろ教育を受けたかもしれんけどもね、そんな屈強な忍者みたいな人間じゃないですよ。ですよね。それにポンで、とそん机なの上にの、拳銃が置いてあるわけではないですし。ええ、できんのはやっぱり、ものすごいプロフェッショナルの人間じゃできない。ならやっぱりそういう人たちがやったんじゃないかって気がするんですけどね。はい、警なん備か室とは協そういう力者の匂いはするなとは思ってました。人たち、まあ、これはちょっとまだ、要するに学童から20年としての訓練でしかなってないから、ないよね。なるほど。だから、もっと調もうべでれもば出てくると思うんだけ今どもね。先生から見て、黒坂先生から見てどうですか？韓国もなんかどうでしょう。私から見たらもう本当に北朝鮮の台湾工作にやられてしまったものようすごな。くやられてると思いますね。ねえ、一生懸命やってる人たちはいもうろいろいるん手です遅れよ。の脱状足者の人態たちとかにね。感じるんですが。一生懸命ものすごくやってますよ。だけど、残念な韓国社会ではね、やっぱり脱足者の人たちを一今段の低く見るところがあるんですよ。聞き取りづらかった。すいません、もう一度、どの辺から聞こえなかったですか？皆さんちょっと音声が途切れたようです。聞こえない。今大丈夫なようですが、大丈夫。はい。音声途切れて聞こえなかったです。ああ、どうも、なんか失敗したときあるね。いや、すいません、先生は何も悪くないんです。電波なんですけど、申し訳ないです。韓国はもうかなり、北朝鮮の工作に落ちてしまってますっていうことを先生がおっしそうゃっ思ていまますすが。ね。で、やっぱり、もうさっきから言ったように、日本が一番悪いんだっていう宣伝がすごく行き届いてるから、だから北朝鮮がそんな悪く見えないっていう人が多いですよね。で、北朝鮮それとで一も緒に向こうのやっていこうみたいな感じになっちゃうんですよね。いろいろ問題あっても。でももう韓国の人は北朝鮮がどういう国かというのはもちろん知ってますよね。知ってる人もまあそれなりにいますけどもね。で、それは年取った人多いんですよ。なるほど。いや、若い方もネットがあるから知ってるいのかなやー、あとんか、まりこう若いい人うはち興味に。ないね。全部じゃないけどね。興味ないんですか？興味ない人が多い。統一って本気で言ってるんですかね？いやー、もう統一なんかしたくないでって人多いんじゃないですか。そうでしょう、もちろん。つまりそうで北す朝よ鮮のね。統一費用がものすごくかかっちゃうから嫌だっていうね。そうですよね。経済格差から何から全部背負わないといけないってすごく大変なことになりますよね。で、そういうのもあっでても、ね。今、書かれてる方いますけど、ろうそくデモとかも、あれもほとんど親睦派ですよね、主導してるのは。で、それに感情論とはいえ、ああいうふうに大統領糾弾に乗っかっても、今もなっちゃってね。ね、ちょっと、まあ、いろんな理由あると思う。多分若い人の就職がすごく悪いとかね。他の不満がね。そういうのもあると思うんですよ。それから確かに財閥政が治ものす批ご判くにつながるってことですか？強くてね。なるほど。でで、もそういう人たね、ちの政中いろ治批んな利判ができ権るののは、ありますからね。だから、でもそういうのは反感北朝というのは鮮あると思うんですけど。主導の朝鮮半島になったら政府批判もできないですよね。北朝鮮主導の朝鮮半島統一になったら政府批判もできなくなりますよねってもう何もね、できなくなっちゃうしね。何も自由もなくなってしまうのにと思っもて。う、悪夢みたいな話ですよ。普通の韓国人が毎日金正恩そう万で歳すとよ。やらなくちゃいけないっていうのは、とんでもない話でね。そうなんですよ。分かってるのかなと思って。それが何も分かってないと思うんだけども。まあ、で、まあ、だけど細々とやってる人たちは何とかいますから。保守の方でが、で、例えば、ちょっ主と。体思想派ってあったわけですよね、韓国で。自治思想で北す朝ね。鮮を支持する人たち。で、その人たちがですね、だいぶ昔からあるか、僕と同じぐらいの年の人たちがいたわけです。今でもいるんですけど、日その本人たちのが左翼みだいたいたでい僕すとね。同じぐらいの年だから、同じぐらいの頃に目覚めてね、強烈な批判派になってる人もいるんですよ。なるほど、そうですか。で、その人たちはだから頑張っていろいろやってますよ。そうですか。もう最後のあれですね、砦ですね。そうです。
だから、リー・ヨンファさんとか、コウヨウギさんとか、その人たちも随分仲いいと思うんだけども、一緒にやったりしてます。まあ、その人たちの中で頑張って、北朝鮮の中に組織を作ろうとするとか、人とかね。そういう人もいます。それはもう大変なことですよね。もう、あるやつの、僕知ってるやつなんかから、その組織の中心メンバーの一人だけども、中国を勉強してね。で、中国に行って、北朝鮮の、中国行けば中朝国境から連絡取れるじゃないですか、なんとか。で、組織作ろうとしたんですよ。だけど、それ見つかってね、中国の公安に逮捕されてね。で、電気拷問食らったやつもいますわ。で、そいつなんとか、もうそれ何年前だっけな、4、5年前だけども、なんとか中国の公安からも解放されて、韓国に戻ってきてますけどね。よかったですね。そういう人もいます。だからそういうのはありますけどね。で、一応その細々と雑誌を出したりね、やってますけども、そうですか。まあまだまだですよね、そういうのはね。黒坂先生から見て、朝鮮半島、ずっといろいろ勉強もされて、見てこられて、なんと今か、のこの状態どうですか？今のままだとやっぱり大統領はサイクロンって人がなっちゃう可能性が高いから、ちょっと大変だなと思いますね。で、例の海上工業団地ってあるんですけど、あれを再開しちゃうとね、ものすごくそれで外貨が北朝鮮に流れちゃうでしょ。で、それがまあ大変ですよ。ものすごい韓国にとって自殺行為につながりかねないことなんですけど、もうでもなんか半分だけど、もう自海上殺工行為業に団地ってな一番大切りだって人は結構多いんですよね、韓国ね。もう本当にそうですか。なるほど。そこで南北交流やってるじゃないかと。これ見はえもうちょってないんでしとょうか。大変です。日本人がそんなごちゃごちゃ言うわけにいかないわけだけどもね。なかなか大変ですよね、本当ね。そうただ、です北朝か。鮮も大変ですけどね。要するに今、金星男をああやって殺したっていうのはね、地方の人はまだまだあんまり入ってこないと思うんですけど、北朝鮮の中ではこの情報はもうほとんど流れてないんでしょうか。まだあんまり流れてない。でも、要するに地方の人は、そもそも金星男が誰だか何も知らないしね。なるほど。だけど、平壌の人はある程度知ってるわけですよ。それはやっぱりいろんな噂で、平壌の人にはね。で、金星男さん自身もどうも平壌でいろんな悪い事件も起こしてるらしいから、そうですか。それは悪い噂も随分流れてたんです。そうなんですね。どうもなんか、拳銃をバーンってぶっ放したこともあるとかね、その噂もあるんですよ。で、僕なんでそれ知ってるかっていうとね、韓国の番組でね、今、会いに行きましょうとか、そんな番組があるんです。で、これ、北朝鮮から韓国に逃げてきた若い女性がたくさん集まってね。知ってます。なんか脱北女性の紹介すあるれ、知ってます？ですね。ちょっと見たことあります。で、そういうふうに北朝鮮はこうなってるっていうことを楽しく話し合ったりする番組あるんですけど、なんか結構綺麗な女性が多いですよね。そう、若い人ばっかりだから。で、韓国でちょっとは人気あるのかな、そういう番組あって。で、僕それインターネットで見てまして、で、金星男はどういうふうに自分は聞いてるって、結構平壌の人は聞いてるのね。で、自分は間噂違った情を。報もあるんですよ、その中には。金星男は亡命したって聞いたって。それは全く間違った情報でしょ。だけど、だから平壌の人にはどんどんもういろんな経路で流れますよ。もう中朝国境から情報を得てる人いくらでもいますから、ラジそうオでとすかね。いくらやっぱり。国境の人聞きますからね。それから、あと中国朝鮮族、この人たちがやっぱ商売やるわけですよ、北朝鮮でね。渡ってきて、国境を渡ってきそうでて、す、そういう人はいるわけ商で売す。するんですね。で、この人たちはやっぱりそういう情報をいろいろ持ってくるわけね。なるほど。で、ちょっとやっだぱりから、こう、平安の人にはそういうどんとどんころ流かられていく広わがけ。ると。
で、そうするとやっぱりものすごく反発する人いると思うんですよね。なんでてもこなんとやかっそたんの、だっていうね。だからこれは相当大変で、で、今、やっぱりなんだかんだ言っていや、北朝そ鮮れとが中国はうまくいってないと思う。反発につながったらいいんですけど、その、もう何ていう、反撃の気力もなくすような恐怖になるんじゃないかなというふうにも思ったりもしますが、いや、だから反発しながらも、こう、何ていう、反抗する気力はもっとなくすような恐怖になるんじゃない、もう狂気だまあ、なそれとはあり思っますけて、キど、ム・ジョンは、あるでしょうね。だけど、平壌の一番緊張せんようにしてる近い人たちは、なんとか掌握できてもね、ちょっと遠い軍隊とかできないんですよ、なかなか。そういうところ、軍隊はものすごいもう飢餓状態みたいなんですよね。だからこういう連中やっぱ怖いんです、金銭を犯すると。イ何ギやリるスか分のからんね、から大ね。使もなんか亡命しましたしね。亡命する人もいるし、やっぱり武器持っねてるえ、あ連れっ中はて、怖いですよ。そうですね。またまあ今、そう国いう、連まあ、いのろん方でなこれも、からだから何がどうあるか分からないっていう状況にすごくなってきてるような気もします。本当に心の底から金銭をね、尊敬してる人ってのは、北朝鮮の国内では本当に少ないと思います。いや、本当に少ないと思います、私も。だから実は荒木朝さんだ鮮総け連のそう。方々もそうじゃないですか。そうでしょうね、多分心の中まではね、わからない完全しにね。支配はできてないと思います。表面ではで敬も、愛する大将軍、偉大なる領導者とか言わ言うなかもいしとれんいけけどないかも、ら、言ってるんですが、本音はあそうじとゃはななんいか、と思うね。そうです、そうです。で、なんか現在、ジュネーブの方の国連人権理事会っていうのが開かれてて、で、そちらで北朝鮮の非難決議の採択がもうそろそろあるそうなんです。だからそういうものとかでも多分北朝鮮っていうのはビリビリしてるんじゃないかなとそれはものすごく思ビっビビたしりてします。ます。で、特にその現場の人はそういうので、採決がどんどんされちゃうとね。そうですよ、祖国に帰ったらえらい目に遭そう。うんですよそのね。人の責任になっちゃうんですよ。そうですよね。だからもう必死でもなんかこれはもう大変で、その立場がするとね。反狂乱になって訴え出るそうですが、国連で。もうそうするしかない。で、今やっぱり危でないすのはよ国ね。家安全保衛省の人たちですよ。なるほど。だってある意味で失敗でしょ？要するに北朝鮮のそう仕で業すでよバレちまっね。たんだから。なら何されてるかわからない。ならもうなかなかそれはで大す変ですね。よね。本当に。だからもっと日本もその辺、僕はもっと北朝鮮に対して日本政府自身がね、批判すべきだと思うんですよね。そうですね、なかなかそれが。それなかなかやらんけども、僕はブログでよく言ってるのは、対北朝鮮ラジオ放送で朝鮮語でね、金日成とか金正恩を批判しろって言ってるんです。日本政府がやってる方ですか、ふるさとの風でしたっけ。それやっ日てま本す。あれ政は府日が本やっ語てでるし方ょ？ですか。朝鮮語でね、朝鮮語で、なるほど。ラジオ放送もそうだし、海外衛星放送いろいろあるわけですよ。それで金日成とか金正恩を批判する。そういうことをやると北朝鮮は猛烈に反発しますけども。そうですね。っていうか、でもそれ、日本政府はやりますかね。どうでしょう。なかなかやらないんですよね。やらないですね。でも今ちょっとだけその検討してるらしいですよ。そうですか。もうなるべく、そういうことができる体制の間には、そういうふうになっていただきたいですが。一応産経にそういう記事、ちょっと対北朝鮮の情報操を少し変えるみたいな記事が出たことありますから、そうですか。なんとかそれもやってほしいですよね。やってほしいですね。そこまでで、やってほしいっていうか、日本政府も本当弱腰なんですが、なかなか弱腰だし、あこういとうそれふうに。から考えてみると、政府としてね、外国の政府のあり方を批判するっていうことをやったことないんじゃないかな、日本は。内政干渉になるとかっていうそんんなです発け想ど、でしどうょ？でしょうか。いや、でも外務もう省はそんな発想。国連安保理決議がされてるので、
人道犯罪国家、現段階人道犯罪をやっている国家だとええ。いうことはもう国連でお墨付きも出ましたので今言いやすいと思うんですが、やりやすいで、と思うんですけど、だけそど、の、そうでしょう、はい。そういうのやると、どうかすると、もう北朝鮮との国交ってのはできないって話になるからね。いや、できなくていいんじゃないでしょうか。僕らそう思うけども、やっぱり国交がない拉致と会困社るっもて人ね、も多いからね。いや、拉致問題解決があったとしても、私はあの国とはとても、いや、ここ結大使べ館ない作っとた思ら、いますが、爆破兵器まかれるかもしれないじゃないですか。本当に、いや、今現在のその、朝鮮ええ。総連ももう、あれは何もならな準い。大使館扱いになってるそうですね。なってる。で、もっとそはい。のができてしまったら大変なことになっちゃうから。本当にそうです。まだ全え然そういうスパイ防止法とか法整備え。ええ。も何もできてない状態ではもう、はい。何もですならないとね。思いますけどね。はい、はい。まあ、先とにかく生そのの一辺も番っと、新しい、ええ。ブログの方を読ませていただきました。いろいろ、今回のこのキム・ジョムナンのね、暗殺について書かれてます。皆さんよかったら読んでくださいね。何度かURL 貼っていただいてますので、はい。黒坂先生の新しいブログ、読まれてください。すごく詳しく書かれてますので、はい、はい、とりあえずもう1そう時で間ぐすらい経っね。て、僕から大体そんなもんなんですけど、何か皆さん、シェリーさんからあったら。でも、そうですね。先生、もしよかったら、さっきちらっとお聞きしたお話って、ちらっとお聞きしてた話ってできますか？お話、何？横田めぐみさんのお話、ちょっとだけでも横田さでんきのまごす両か？親がどういうふうに決意されたかって話ね、出てきた背景ね。あ、じゃあ、それ僕、ちょっと思い出したの話しますけども。じゃあ僕、要するに平成8年くらいからそういう拉致日本人の救出運動って始めてて、その時はまだ横田さんのことは何も知らないですよね。で、平成8年の11月か12月くらいだったと思うんですけど、石高さんが、現代コリアっていう小さい雑誌にですね、新潟で少女が拉致されてると。で、バドミントンの帰りだったと。で、その子は双子だと。最初ね、そうです、そうです。で、向こうで拉致された後ね、朝鮮語を一生懸命学べば返してやると言われてね、一生懸命学んだと。だけど、返してもらえちょっと気が触れてしまったと。いうそうで話すを、か。北朝鮮の工作員の人がしてて、それを韓国政府筋から聞いたと。そうです。いうのを雑誌に書かれたんですよね。で、僕はもちろんそれ読んでまして、で、これひでえなと思ったけども、その時点ですぐ何もできない。で、現代コリアの佐藤さん、の方が12月にですね、もしもし？大丈夫ですか？はい。あ、大丈夫。大で、丈夫です。そ大した丈ら夫そです。のは講い。演会でですね、新潟の人たちですから、それは横田めぐみであると。そういうふうに新潟に言い出したらしいんですよ。で、横田めぐみって、その時佐藤さん覚えてないんで、わかんないんだけども、新潟日報の記事とか出てきたわけですよね。で、次の平成9年の1月の初め頃にはですね、現代コリアのインターネットに、横田めぐみの、新潟日報の記事が出たんです。で、僕それえらいびっくりしてね、見てね。あ、石高さんのこの子だったのかと。で、新潟で当時、運動やってた小島晴則さんって方、今でもいらっしゃるんですけども、その方と僕なんとか連絡ついてたんでね、小島さんに電話したんです。これとか親を探し出さなくちゃしょうがないでしょ。そうですね。じゃあで、新親は潟どうし日たんだっ報のて、小どこ島にいるんさだっんて聞いたんから、です。で、そしたら小島さんも偉い困っててね、親は日銀の職員だと。で、関そう東です引っね、越してっ茂たと。さんそうでした。で、それ以上わからねえんだって。だからものすごく困ってたんですよね。で、僕それ聞いて、じゃあ先生の方から先にええ、横田さんを探すような形だったなんんとでか、すね。要するなに、るほど。当時、共産党の兵本さんって人、僕、仲良しだったっけね。
で、僕は兵庫さんに頼めばいいかなと思ったんですよ。じゃあ、要するに僕が当は然い。に日本銀行にね、大阪の黒坂ですと、こんにちはと。電話するのも。で、お宅 のはい。職員の誰かの娘が北朝鮮にさられてますよなんて言ったってね、相手にしてくそうれでないすでよすよ、普通ね。ね。そうですむしね。ろ、なんか、いたずら電話かなんか警察に通報されちゃったしたら。普通の、だけど、兵庫さんなら国会議員の秘書でしょ？なるほど。で、国政の調査活動の一環として、そういうのやってるんで、お宅の知らせたんだというなるとね。全然話違いますよね。だからそう僕、で兵す庫さんね。に、何とかやってくれねえかって連絡したんです。ファックス送ったりして。なるほど、そうでで、すそれか。が1月の終わり頃ですよ。ちょっと正確に日にちゃっちゃったけど。で、兵庫さんが日銀に電話してね、横田さんの住所、電話番号かな。で、電話して、お父さん出てきたんですよね。茂さんがね。最初、早紀江さんには、お父さん帰ってから行ったんでしょ？なんか。そんな話ですよね。そうです。横田さん、茂さんに電話して、茂さん頑張って、頑張っても川崎から国会まで来たんですよね。で、確かにそれはうちの娘だと、間違いないと。石高さんの文章と読まれたんじゃないですか。で、双子だっていうのは、横田さん、めぐみさんの双子じゃなかったんでね。今にしてみれそうば、でおす。父さん双子ですよ。そうです、そうです。だそれはちょっと間違った情報だったんですけども。いろいろ情報が混じったんでしょうね。だけども、それはそういうことだってことで、横田さんがなんとか出てきて。で、とにかくご家族の中で名前出してやるかとかで、いろんな苦悩あったと思うんですけどね。そうでしょうね、もちろん。で、やっぱりとか名前出さなくちゃいけないってお父さん判断されて、お母さんも判断されて。で、頑張って運動しようということで、そのからちょっと流れが変わったと思います。で、3月に、だから家族会が、兵庫さんがいろんな各地の家族を紹介して作られるんですよね。兵庫田さんがいろんな家族の方を集兵められたんで庫すさんはだからか。全国の家族のところ歩いてたんですよ。そうでしたか。鹿児島にも行っじゃあてる家わけ族よ。会作られなるほど、で、おそう互いで全し然た知っか。てるわけないでしょ、当時は、最初は。だから鹿そう児で島すのよ市川ね。さん、増本さんとも行ってるしね。それは福井北海の、道の。千村さんと浜本さんか。それから、新潟、蓮池さんだよね。みんな歩いてるわけ。阿部君と、で、原田そう泰樹でさんとしか行ったてないか。と思うけども。それから有本さんは後から知ったのかな。だけど、もう知ってたから、横田さんも知ってたから、まあこういうのでみんな家族会で頑張ったらどうですかみたいなね。ガイダンスを兵庫さんがしてると思うんです。なるほど、そうですか。で、それで家族会で何とか頑張っていこうになってね。もうかれこれあれから20年経っちゃいましたよね。ちょうど今20年ぐらいですよ。そうですよね。だからありまあ、がとうございます、長く。そんな調子もうです。先生、まだ、いまだにね、あ、いまだにねって言った言い方変ですね。今現在もね、毎月芦屋君の北口で署名活動されているの、本当にいつもご尽力ありがとうございます。本当に拉致問題、一生懸命ご尽力されている方にも心から敬意表しますの。私も来月必ずまた、参加させていただきますので。またよろしくお願いします。頑張りましょう、およろ互いしくおね。願いします。頑張りましょう。すいません、永瀬武先生が拍手してくださいました。ありどうがもとありうがとうございございまます。す。すいません、ちょっとだけ、すいません、小坂先生、お話止めて、なんかね、先ほどからちょっと妨害のコメントが入ってたようで、そうです。僕、これすちょっいません、と、なん先生か、の見る話の余裕が途中なくだってたのね。で、すいません、ちょっと私もごめんなさい、お話の途中だったので、すいません、気づいてましたが、あれですね、スパム報告されて、いなくなったようですね。大なんか丈夫妨でし害ょうの方か。がいらっしゃったんですか？妨害の方がいらしたようですね。すいません。朝鮮総連の方かな？よくわからない。それはちょっとね。いや、なんかいろんな方いらっしゃいますよ、まあ、本当それはに。ね。たまにこういうこともあります。そうでしょうね。そうですね。ツツジの花っていうアカウント、あれですね、しばき隊の方ですね。わかんないです。ちょっとね。大丈夫です。そうですね、北朝鮮系の人ですね。
はい、妨害の方っておかしいですかね、すいません。あ今からちょっともう20分になってしまったので、そうですね、黒坂先生、もう拉致問題のこと、本当、何でも古くから、え詳しく、多分いろんなことをご質問答えていただけると思いますので、今から質問タイムちょっと作りますので、はい、質問ある方はコメントください。読んでます。はい、よろしくお願いします。先生、ちょっとだけ質問、はい。答えてくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。皆さん、ご質問ありますか？どうでしょうか？あ、まだいますか？ スパなんムか報沖告縄すのる死と、体そ思の人想のア信カ奉ウン者。トが。こういうあ、方、沖質縄問の出て死ま体すね。思想信、はい。これ僕そうね、信奉者にちょっするとと思コロい当たまりあす。るんはでい。す。いいですか？あ、お願いいたします。張竜雲さんってさっきからお話してるでしょ？楽は投い稿20は年い。書いた方。あ、はいはいはい。で、その人がね、どうも沖縄にね、はい。組織を作ろうとしてる形跡があるぞって言ってたんです。当時。そうですか、なるほ20ど。年前です、これ僕、張竜雲、20年近く前。あ、そうですか、なるほ黒ど。沢さん、それはなぜ分かったかというとね、はい。当時僕、長銀信用組合の問題も張さんと一緒にやってたわけ。はい、あ、朝鮮銀行、在日朝鮮ソ連の銀行ね、信用組合ね。で、そこがすごく変な貸し付けをやってると。で、貸し付けてるところね、いろんな謄本を取って調べてたんです、僕。で、その謄本の中にね、長銀から借りてる会社がいろいろ出てくるわけですけども、ああ、なるほど。はい。で、どうも沖縄の会社があったんですよ。ああ、そうですか。で、沖縄の会社のその人がどういう人をやってるかっていろいろ調べてったらね、はい。張さんに言わせると工作員だったの。ああ、そうですこいつか。は有名な工作員だってんですよ。兵庫県のある方ですけど。だからやっぱりその人はひょっとしたら沖縄にね、そういう組織を作ろうとしてるんじゃないかって張さんは言ってました。そうですか。で、そういうこなとるもやほろうど。としてたかもしれません。あ、わかりました。もうなんかまあ、今、それはいろいろと北朝鮮やっ沖縄てい大きま学すよのね、ね、それはね。はい、学長さんが死体思想のなんかトップに、代ああ、表そういうにとこあいるるでし感ょうじしね。ますね。ええ。はい。はい。だから沖縄に組織皆作っさん、て、やっぱ随分お金かかると思うけど、よくやってたね、北朝鮮もね。そうですよね。はい。この質問を取り上げたいと思います。中朝国境付近に中国が兵員増強しているとニュースで見たのですが、何？中中共国による何？断種作戦、ごめんなさい、中朝です。中朝中国国と境朝で、鮮国境付近に中国が兵員増強しているというニュースを見たのですが、中国が何をしてる？兵員増強、何状況？解放軍の増強ってことですかね。はい、軍の増強だと思います。それはそんなやってるとは思わないけど、どうなのかな。そこまでやってないんじゃないですか、はい。今まだ。ただはい、ね、今増日ね、強による、はい。どうも北朝鮮がね、中国機関と思えないこともない声明を朝鮮中央通信で出してますよ。すごい、すごい、そういう読み方にすよっごてはい、そう読めないこともない。なるほど、かなり結構危ない線踏んできますね、本当に金正恩は。我が国を軍備拡張ね、批判するやつは許せないみたいな声明を出してるんですよ。なる誰ほでど、も許そうさでないっすてか。ね。誰でもと。だはい。から普通はアメリカと韓国だけ、せいぜい日本ぐらいしか言わないんだけども、そうですね、誰でもというのはちょっと、そう、誰でもだったらね、僕、中国も入ってんじゃ言ないいかっ方ていうによっね。ては。はい、すいません。はい、ブロックしましたので、はい、言っときます。さっきの戸辻さん、ブロックしました、だいぶ前に。はい、あと、そうですね、政府を動かす決め手はズバリ何ですかと。はい、質問来てます。政府を、何の日質本問？政府を動、あ動の、か日す決本め政手？府を拉致問題で、はい。やっぱり、それぞれの政治家はね、票が欲しいからね。はい。やっぱり自分たちの地域でね、
自分たちのところの政治家に何か言うことじゃないかと思うんですよね。で、そうすると政治家あ、はね、なるほどね。はやっい。ぱり国会で出せば役人が動くでしょ。そうです。はい。そんな構造あると思います。はい。だからそう自で分すたちね。のところのはい。政治家に何か意見を言いに行くことは大事じゃないかって気がしますね。あ、はい。なるほで、ど。その時何人かで行けば、行くとね、やっぱ政治家票が欲しいから意見聞きますよ。あ、なるほど。うん、そうですええ。ね。はで、特い。に今小選挙区制でしょ。はい。で、10票も地あっ元たらの随分違っ票がてきまね。すからね。そうですよね。その人一人一人の影響力というのもありますしね。はい。バカにできない。そうですよね。で、政治家というのはやっうん。ぱりそういう世論の動きにものすごく敏感ですから。はい。だからそういうのが大事じゃないかと思います。で、もちろんそのは中い。で全然やってくれない人もいますけども、しっかりした人はいろいろやってくれますからね。はい。そういうのが大事じゃあないかと思いまと、す。で、そういう人もまたいろいろと見てくれますから、はい。そんな気がしまこれすはさっね。き最初の方に、ありがとうございました。はい。これは最初の方に先生お話しされたんですけど、一応質問、はい。金正恩の母は在日だったって本当ですかっていうああ、質そう問でがあす。り在ま日す。の方です。幾野のあたりから帰そう。国された方ですよね。そうですね。はい。ええ。だからそれ北朝鮮社会でものすごいタブーなんですよね。はい。一切ね、在日そういのうこと息子とは。いうのはね、ですね。はい。北朝鮮社会ではなんかそういう考え方間違ってると思うんですけども、日本人の血が混じってるみたいな考え方があってね。だからそれは血統が悪いっていうすごい変な考え方になるんですよ。で、脱北者の人たち本当かにら変。僕聞いたことあるのはね、金は正い。恩のそれがバレたらね、白頭山血統っていうのじゃなくて富士山血統とかね、春羅山血先生統になっのブちロまっグたんに。ですよ。はいはい、書いてましたね。そんな富で、士僕か山らすれ血ば統別にと富士か山聞血統何も悪くないしね。いや、笑ってしまうんですが、はで、い、富最士終山東血の統っ春て言羅山って葉があ山るあんるんだですけなどと。も、はそい。れこそお母さんの故郷なわけね。お母さんの方のね。韓国のですね、最終島の方の、はい。で、最終東いいとこだからね、あったかくてうん。ね。何も悪くないと思うんだけども。でも白頭山がもう神格化されてるんですで、ね、それは全韓国くのに嘘来なれんですば。けど、基本はね。嘘なんですけどね、あれね、そうで全すくね。の真っ赤の嘘もいいはとこい。なんだけども、はい、神話のようそなれ、形ですよね。北朝は鮮の人い。はそこまでなかなか目が覚めてないですね。金日成がなそこるほでど。ものすごいパルチザンをやったってことを疑ってる人はめったにないですよ。もうそれを疑うこと自体がもう罪ですものね。考えはられない。い。とにかくこの刷り込みはものすごくて、幼稚園でもガンガンやってますからね。幼稚園でおやつもらうと必ず金日成現世してもありがとうございますって言うんだから。そこからスタートするんですね。ええ、もう刷り込みですよね。ものすごい刷り込みで、で、極端な話すれば本当極端で、僕これ本当にまだ信じられないの一つあるんだけど、一つ言っておくと、はい。あ15少年漂流記ってあるでしょ、イりギリまスすの小ね。説かはい。なんかで。はい。読あみれのました。話をはね、い。北朝鮮でも翻訳されてるらしいんだけども、はい。で、それがね、本当かって僕信じられないんだけど、ある脱走者の人が聞いたら、自分もその小説はね、金日成が初め語ってるような小説になってたって。そうなんですか。で、僕、それは本当か、ちょっと記憶違いじゃない、今でも信じられないんだけどもね。そうですか。金日成が15はい。少年ひょろき語るわけないじゃないですか、そんな。ですね。でもなんか記もう憶い違いじゃろいねえかろ、なと思うんですけど、嘘ばっかりなんでしょうね。はもい。のすごい、だから、で、特にこれは本当だけど、キム・ヒョンヒはね、ハングルは金日成が作ったと思ったでしょ。もう何もかも、もう手柄は自分たちですかね。全部金日成になっちゃってるんですよ。ねえ。そういうふうにしないとってことですね。そうです。これはもうやっ神ぱ大変格な社化で会できすなよいね、という本こ当とですね。よね。大した、ことはしてないので、はい。あと、正当性、反動の人がこだわる、この違いは何ですかっていう質問があります。はい。はい。これやっぱり漢字が流れ違とうしんでてすね、けど、はい。統一の党の方がね、はい。流れみたいな発想があるんじゃないですか。なるほど。正しいことよりも、ええ。自分たちが言ってることが一番ってことですね。そうで、流れとしてね、そこに真昔か実はらいらのない。うん。続きとしそうて、そうそう。
正しいっていうのが、正当性の統一の党が入ってる感なじるのほ方がど。ね。あ、そっかそっか、統一の党の方は地の方ですね、言ったら。ええ。で、だなかるらほど。韓国は正当性がないっていう人がある程度いるわけですよ。なるほど。そで、ういう金こ日と成でだっすてか。もう全然そんな中国共産党員だしね。そうです。で、本当やったことは山賊みたいなことやっただけなんですけども。そうですね。で、そんな北なんか朝鮮っ強て盗みた全いな然こ知とらやっないたけだどけですね。よね。そうですよね。皆さん、あとは何か質問まだありますか？ちょっと今遡ってみてます。もうないでしょうか？先生、まだ多分お話尽きてないと思うので、もしよかったら来月また再登板というか、またご出演ましたていそただのういてもよちろしいでしょうか？時間あったらまありたがとうございま出演す。しますんで、よろしくお願いします。最後、そうですね、先生から見て、私たちがこれから頑張っていかないといけないようなアドバイスいただけたらありがたいです。そうですね、このツイキャスターってのは面白い、若い人が好きですから、どんどんこれ続けていくとね、やっぱり広まりますから、世論は必ずね。先生、よかったら大学でですね、こんな番組やってるよって そう若いですよ方ね。に言っそういうのていもただ時け々していたら、きたいあとり思いがまたいす。んですけど。なんかありがとうございます。グリコと北朝鮮とか書いてる人一人いらっしゃるけど、ありますね。グリコ森永事件とこれ北は多朝分鮮そんのな関関係係ない、と。よくわかんないんですけどね。まあちょっとこれもよくわかんないところあります。子供の声が北朝鮮訛りだとかそういうのやられたりね。なるほそういうのど。あるんですよね。青大将さんからの質問がありますよと。青大将さんからの質問、すいません。ちょっと。グリコ森永でしょ？もうグリコ森永ですね。すいません。ちょっとまだこれは謎ちょっのと部わ分からがあなるい。ようで。で、一番これ多分間違ったんじゃないかと思うのは、狐目の男。で、それがね、北朝鮮の人は、在日の有名な将校人だっていう話があるんです。でもこれは間違いですよ、多分。そうなんですね。やっぱ僕、その噂人の直部接分はが知あらるんんけでどすね。も、芦屋にお住まいだった方なんです。そうでしたか。で、そういうタイプの人じゃないね、いろいろ聞いてみると。なるほど。ものすごい有名な将校人の方でね。そうだけでど、すか。そういうこそこそしたことはやるタイプじゃない人だと思うね。で、本当に若い方が拉致問題のことを知らないのは、やっぱメディアで取り上げないのも多いですし、拉致問題がこう、なんていう、進展してないということもあると思いますが、先生はもうずっとこうね、若い方、大学生の方にずっとこう抗議されてて、接しておられるので、よかったら、ずっとこの拉致問題のことは、講義の中でもよかったら、なかなかいろんなことやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。また YouTube でアップしありていがとうたごけざどい紹ま介す。できるしね。そうです。YouTube でアップしますので、よかったら紹介してください。ありがとうございます。また、名前何でしたっけ？文生さん、何でしたっけ？文統先計生のさん？友達の。そうで、で、え、なんかほら、先生張の、龍雲さん？そうじゃなくて、ごめんなさい。誰だ、友達の。何でしたっけ？先生の友達の、なんか、ご紹介していただく方。誰だったかな。誰だったっけ？山田文明さごんめんね。なさい。あの人そうでもす、その文紹明介しまさん。す。文明さんですか？そうです。よかったら、お話人は聞いものてすごみいたい脱で足す。者が支援頑張ってやってるしね、偉いですよ。三浦さんもものすごいやってるけども。よかったら、お話聞きたいです。じゃあよろしでくお願いは、しま皆す。さん、今日も黒坂誠先生がいろんなお話たくさん聞きました。よかったら拍手。たくさん。先生、見えますか？コメント。皆さん、ありがとうなんごかいざいろいろまたしくたさんありと。がとうございました。たくさん、来てます。拍手とありがとうございました。あおり疲がとうれございま様です。した。じゃあまた、失礼します。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
い、本当に良いお話たくさん聞かせていただきました。あ、中曽千鶴子さんも拍手してくださいました。ありがとうございます。野村隆先生とかもたくさんありがとうございます。お茶とかすいません。そうですね。ちょっと告知をしたいと思います。来週、ゲストはですね、自民党国会議員の衆議院議員の、長尾毅先生に出ていただきます。はい、長尾先生のことをご存知の方は多いでしょうか。はい、自民党の拉致議員の方にも所属されてますし、山口あやきちゃんともすごく仲良くされてまして、はい、あやきちゃんのことをなんか自分の娘っていうふうにいつも応援されてますね。はい、長尾先生出てくださいます。はい、初めての国会議員ですよ。はい、政府中枢の、はい、与党議員ですね。皆さん国会議員に直接コメントぶつけれるチャンスです。はい、質問もお聞きしたいと思ってます。よかったら来週10時からよろしくお願いいたします。キャーとか言って ありがとうございます。はい、長尾隆さんって言ってない。あ、字ですか？長尾隆さん。はい、長尾先生ですね。長尾隆さん。はい、先生。コメント、ちょっと書きましょうか。はい、来週よろしくお願いします。で、今、私、ツイッターで3日間、4日前ぐらいから、加藤健さんがツイッター開設されました。今、フォロワーさんが400名超えてます。ツイッターの、応援団長させていただいてます。加藤健さん、よかったらまだフォローされてない方、ぜひフォローしてください。どんどんツイート出されてます。で、今、新たな動きもありますので、で、ちょっと待ってくださいね。すいません。ちょっと、今、加藤健さんされていることは、北朝鮮の、黒人差別のヘイトスピーチとか、あと子供に対する虐待とか、そういう、まあ、人道犯罪ですね、それを国連に告発して、国連人権理事会理事国47カ国の大使に、ジュネーブ代表の大使にですね、メールを送りませんかと。で、それでこの、近く行われます北朝鮮の非難決議の採択に賛成票を増やしませんかっていうロビー活動を行っています。で、こういったことは自宅からでもできるので、はい、ぜひ、参加してください。自宅からできる北朝鮮制裁です。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。あ、まだ、黒坂先生残ってくださってます。黒坂先生、あ、どうもありが聞とうこえございまますす。か？あ、あはい、ありりががとうごとうございました。皆さんざいにまよす。かったら、おやすみなさいのご挨拶、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。あ、本当、皆さん、今日ご清聴ありがとうございました。頑張っていろいろこれからもそれぞれのところで運動やっていきましょう。もう一息二息かもしれません。突然、北朝鮮と崩壊することもありますんで、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、先生お疲れ様でした。失礼します。本当にありがとうございました。はい、おやすみなさい。皆さんおやすみもおなさい。疲れ様でした。おやすみなさい。はい、失礼します。ありがとうございました。